この度はこんなに素敵な賞をいただいてありがとうございます今朝息子に「ママってどんなママ?」って聞いたんですけどそしたらもう「わかんない」って言ってましたでも後からバーッて走ってきて耳元で「明るいママだよ」って教えてくれましたその言葉を聞いてとっても嬉しかったですしお母さんってすごい毎日忙しくって大変なんですけど なんかその分楽しいことがいっぱいあるなっていうのを実感していますそうですねあとは息子がちょっと機嫌が悪かったりとかすると自分も気持ちを入れ替えて「待て待て」って言って追いかけて「捕まえたぞ」とかって言うとなんか息子も機嫌が悪かったのがころって笑顔になってなんか笑ってくれるので「よし!」と思って、はい、そんなに予定とか全然ないんですけど。 まあ毎年息子からお母さんの絵ってもらえるので去年とは違うまた成長した絵を描いてくれるんだろうなと思ってちょっと期待しています。